はい、皆さんこんにちは。店長磯野です。今日のテーマは、ZEH住宅を建てられる会社の選び方というところでお伝えしていきたいと思います。これを最後まで聞いていただきますと、ZEH住宅を建てる会社を選ぶ時のポイントが分かってきますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらの店長磯野のウェブ家づくりコンサルティングは毎週水曜と土曜日の19時に配信しております。質問とか何かコメントありましたら、ぜひコメント欄、それから店長磯野のツイッターの方でも募集しておりますので、そちらの方に入れていただければ必ずチェックしてご返信させていただきます。それから音声の方ではポッドキャストの Spotify の方でもですね、店長磯野の火曜日そして金曜日18時に配信しておりますので、そちらもぜひ聞いていただければと思います。というわけで今日のテーマ、ZEH住宅を建てられる会社の選び方というところで、一つのポイントをですね、ぜひご紹介したいなというふうに思います。こちらはテーマですね、ピックアップさせてもらうのは、一般社団法人環境競争イニシアチブさんのホームページよりピックアップをさせていただきます。はい、でこれ、通称、この環境競争イニシアチブと通称、SII というんですけども、この SII っていうのは、非常にですね、皆さんあんまり、聞いたことないかもしれませんが、いわゆる今回のこのZEHをですね、管轄しているのは今、国土交通省、それから経済産業省、そして環境省っていう3省合同のプロジェクトがこのZEH住宅への取り組みになっています。はい、ので、この3省が共同して、一般社団法人として作っているのが、この環境競争イニシアチブ SII というところで、すべてのZEH住宅に関する情報はこの SII のホームページに載ってますので、今回この概要欄、私の動画の概要欄の方にもリンクを貼っておきますので、ぜひチェックをお願いいたします。ということで、2020年からこの新省エネ住宅ということで、ゼロエネルギーハウスZEH住宅がスタートしました。で、ハウスメーカー系、大手のハウスメーカー系でいきますと、もう約 60% 以上がZEH住宅を建てられる実績がありますというところがあるのに対して、地方の工務店さんとなってくると、まだ約 15% 程度しか実績がないというのが現在公表されている情報になっています。では皆さんが実際、ZEH住宅を建てたい。ZEH住宅に限らなくても、少しでも性能のいい省エネ住宅に住みたいといった場合に、どういう基準で会社を選んだらいいかっていうのが非常に難しいポイントがあると思います。当然ですけども、いろんな住宅展示堂とか行って、どこの会社もうちは性能いいですよ。すごく快適ですよ。光熱費安いですよって言いますけど、本当ですかね？本当でしょうか？それ皆さんはどうやって確認したらいいのか。それがわからないと思います。なので今日はそんな一つのポイントをご紹介していきたいなというふうに思います。で、今回この一つの基準として見える化したのが、この環境競争イニシアチブのホームページになっています。先ほどの通り、国土交通省、経済産業省、環境省がきちんとしたデータを基づいて皆さんに公表してますので、非常にリアルな結果になっています。結構皆さん、これからご紹介しますが、びっくりすると思います。で、まずですね、こちらは、どういった基準かというと、まずですね、ZEHの補助金がもらえるかどうかっていうのもあると思いますけども、この補助金がもらえるかどうかっていうのは、この SII のホームページのZEHビルダーに登録されているかどうかっていうのが一つのポイントになってきます。で、全国にたくさん建築会社さんありますが、なんと、ZEHビルダーに登録しているのはたった3032社しかいないというところで、非常にですね、このZEHビルダー登録自体がまだまだ進んでいないこともあって、地方の工務店さんはまだこのZEH住宅に取り組みが低いというような現状になっています。で、このZEHビルダーというのは、実績に応じてですね、星が付与されるんですけど、イメージはミシュランガイドの星ありますよね。星3つとか5つとかっていうのがありますけど、このミシュランガイドと同じように、星をですね、最大6つ星で最大評価をするという制度になっています。これ以前、今年のですね、5月28日から6つ星評価に変わりましたが、それ以前は5つ星評価でした。さらにこの5月28日からは1つプラスの6つ星になって、ワンランク上の企業が、プレミアム企業なんて言い方してますが、そういったところに入ってくるというところをちょっとご紹介していきたいなと思います。まずこのホームページ見ていただくと、この環境競争イニシアチブというところで、その下にZEHビルダープランナーのですね、フェー2というところで一覧検索ができるようになっています。その下に検索の窓がこんな感じでありまして、まあ、皆さんが見ていただくのは、この登録の会社さんを入れてみたりとか、いろんなこう選び方があります。でそこに検索を入れていくと、下の方にずらっと一覧表が出てくるというような表記になってきます。でこの上の窓、例えばこの大和住建って入れたりとかですね、できたりするのと、その下にこのZEHビルダープランナー検索というところがあります。はい。プランナーの評価ですね。はい。で、ここを選んでいただくと先ほどの星マークができます。星6つ、5つ、4つという形、それからそれ以外というところで出てくるので、まずはこの星6つの会社がどんなとこがあるのかを一緒に見ていければなと思います。はい。でこれを検索ボタンを押しますと、このような形でずらっと星6つの企業さんだけがここに表示されてきます。で、この中に、まあ、大手の会社さんとか、まあ、大和住建とかが含まれているかなと、自分の今考えている会社が含まれているかなというのが見れるようなところになっています。で、2020年度の、まあ、実績、昨年の実績が何パーセントで、その横には2025年度の目標値が何パーセントかというのがここに記載がされています。はい、で下の方をずらずらっとこう見ていきます。でまず、まあ、皆さんの、ね、知っているような会社の名前でいきますと、一条工務店さん、本当に素晴らしい会社なんだと思いますが、もう 99% ですね。すごい。99% 達成ということで、まあ、ほぼほぼもうZEH住宅を建てれる会社さんになっていますね。それから、このエコワークスさん、エコワークス株式会社さんというのを6つ星になってますが、これは九州、これ熊本を中心にしている工務店さんで、この会社はですね、すごいです。素晴らしいです。九州しかないんですけど、まあ、92%。達成ということで、この会社さん、小山社長という方いらっしゃるんですが、皆さんにZEH補助金が行き渡るような仕組みを作っているような方です。私も本当にお世話になっています。はい、で、この辺出てくると、大手、積水ハウスさん出てきましたね。積水ハウスさんも6つ星で、パーセンテージが 91% というところで非常に高いです。上には積水ハウスさんもありますね。85% ですか。はい。というところで、非常に高い数字が出ております。あと、また下の方までずっと行きますと、どうでしょう。意外にですね、大手のハウスメーカーさん入ってません。入ってません。まだまだ取り組みが遅れているような状況になっています。はい。というわけで出てきました。私の所属する会社、大和住建ですね。6つ星で、昨年、実績としては 78% ですね。78% 達成ということで、非常に高い数字になっています。株式会社ロゴスホームさん。これは北海道の会社さんで、ロゴスホームの社長さんも非常にお世話になっています。こちらも素晴らしく 96% というところで、全体以上になりますね。この6つ星に入るためには、この実績が 75% 以上必要というところになっています。はい、先ほどのところ、プランナーのところ、星をですね、まず削除して、実際にこの窓のところに会社名を入れていきましょうか。会社名ちょっと入れてみましょう。まずやっぱ大手さん、大和ハウスさんですね。よく CM やってる会社さんから見てみると、大和ハウスさんの場合は、下の星がついているところでいきますと、5つ星ですね。で、大和ハウスさんの実績、5つ星の実績としては、こちら 50% というところで、達成率は 50% の実績になっています。それから続いてはパナソニックホームズさんですね。ちょっと見てみましょうか。パナソニックさんもありましたね。星5つになっています。そして、パーセンテージは 54% というところで、まあ、約半分ぐらいがZEH住宅になっている。いうところです。それから続いて、住友林業さん。打ち間違えてますね。住友林業さん、ちょっと見てみましょうか。林業の白鳳関の CM やったりとか、非常にね、皆さんも親近感あるんじゃないかなと思いますが、住友林業さん、高い、2つありますけど、まあ、高い方で見てみても、星5つ星企業で 62% というところで、これもあまり高くないですね。はい。続いて、は、同じ住友系で住友不動産さん、マンション会社さんですね。住友不動産、マンション会社さんは、星が4つ、ちょっと下がりました。星4つで 25% ということで、まあ、4件に1件ぐらいはZEHっていう程度になってますね。それから最近また CM もよく見るようになったアキュラホームさん、神田社長になってますが、アキュラさんも星4つの企業で 41%。41%。こちらもあまり高くない結果です。これね、ほんと有名な会社なんですね。タマホームさん。最近だとサンドイッチマンさんが CM やってますね。タマホームさんは星なしです。星の評価なし。たった 2% です。まあ、ZEHにはあまり興味のない会社さんになってますね。はい。これも結構 CM 最近ちょっと見ないですけど、ヒノキ屋さん。向谷さんはヒノキやグループさんという登録になってて、なんと 0%、星なしで、ZEHの実績はなしというところで、うちの会社もやっぱりあまりZEHに興味がない会社さんなのかなというところです。省エネ住宅にあまり興味ないですね。はい。それから、ウィザースさん。ウィザースホームさんですね。ウィザースホームさんなんて見ていくと、こちらも星なしで、20%。こちらもちょっと低いですね。はい。やっぱりこの 50% を超えてこないとなかなか基準としては厳しいかなと思います。はい。あとは、こちら。CM とか見ないですけど、非常に勢いがあるのがアイコーム店さんですね。アイコーム店さんも、星はなしです。星の評価なしで、残念ながらたった 11% というところで、やはり評価が、ついてません。ZEH住宅にあまり取り組みのない会社さんというところがわかります。なので、こういったところですね、このところ皆さん興味ある会社さんっていうのを検索いただくと、この下にですね、出てくるので、その会社さんが実際ZEH住宅に取り組んでいる企業なのか、またはあまり興味のない会社さんなのか、営業担当は口ではいいことを言ってたとしても、ZEH住宅を本当に建てているかどうかというのは、ここではっきり見えてきますので、まずはここの環境競争イニシアチブのホームページをきちんとチェックするようにしてみてください。で、実際、この SII のホームページで見た後に、実際その勝木さんに行くとします。実際行った時に皆さんが必ず確認していただきたいポイントがあります。必ずチェックしていただきたいポイントです。それは、ベルスの取得ができるかどうかです。ベルスの取得です。このベルスの取得っていうのは、このゼロエネルギーハウスね、ZEH住宅のいわゆるどんだけの性能が取れているかっていう証明書になってきます。このベルスが取得できない会社さんというのはもともと先ほどの通り実績ゼロに近いような会社さんですし、あまり省エネ住宅に特化していない会社さんというふうに言えます。なので、ベルスをちゃんと取れるかどうかっていうのを確認してください。ベルスを取った上でちゃんとZEH住宅をクリアすると、このベルスの書面にですね、ZEH住宅ってちゃんと出ます。なので、それがきちんと取れるかどうかを確認するようにしてみてください。ということで、まとめに入りたいと思います。まとめるポイントは3つです。3つのポイントです。一つには、ZEH住宅を建てる会社を SII、この環境競争イニシアチブの SII のホームページで検索をしてみてください。はい、二つ目のポイントです。検索して直近の実績、今回だと2020年の実績っていうのをちゃんと確認をしましょう。ちゃんと確認しましょう。確認しないと実際そこで建てようにも建てれない会社になってしまいます。はい、そして最後の三つ目のポイントは、本当にZEH住宅が建てられるかどうかは、ベルスの取得で確認しましょう。ベルスの取得です。これを取得できないようであれば、ZEH住宅を建てれると言っていても実際は建てられない。またはその性能を有していない可能性がありますので、きちんとこのベルス取得を持っていただければなと思います。というわけで今日はZEH住宅を建てられる会社の選び方のポイントについて解説させていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。店長磯の WebESG コンサルティングは毎週水曜と土曜日の19時に配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それから動画へのコメントや質問等ありましたら、こちらのコメント欄、または店長磯の Twitter もやってますので、そちらの方に入れてください。必ずチェックしてご返信をさせていただいております。そして音声でも配信してます。音声です。こちらは毎週火曜と金曜日の18時に、ポッドキャストの Spotify の方で店長磯野で検索したいと出てきますので、そちらもぜひ聞いていただければと思います。ということで、また次回も楽しみにお待ちください。ではまた。